片付けします。はい、お疲れ様です。ミスです。よろしくお願いします。今回はね、エブリィの、整備動画になります。よしよし、これはね、ドラーマットも届いたんで、これも取り付けます。この前にね、なんか丸まってるんで、ちょっと干しときましょうね。はい、とりあえずこれでシワが伸びてくれることを待ちましょう。でも今回エイブリーなんですけど、以前にね、父から相続したものなんですけど、父はね、塗装職人していて、作業車兼用だったんですよね。ゴミ、こんなに取れた。結構取れてますよ。普通に乗るには結構厳しい状態だったんですよ。なので今回はね、車内をきれいにして、油脂類をね、全交換するという動画になりますので、よろしくお願いします。もう持ってきて、ゴムマット敷いといて、新品を敷いとくと。はい、こういうのもね、忘れないようにやらないとね。エアコンフィルター、あれはアストロかな、1000円もしないですね。よいしょ、取れた。うわ、きったね。変えてねえな、多分一回も。そらくせえはずだ。あって書いてある。上にして、はい、OK。 簡単っす。これでコーチ1500円は取りますからね。よっしゃ、元に戻すと、うまいこと爪がはまるようになってます。次はエアフィルターですね。はい、こんな感じ。止め金があるわけなんで、よいしょ。エアフィルター綺麗、マジで見とけよかった。あ、こっちは結構汚いな。うん、まあ、変えときましょうかね。これ予備取っときます。はい、開けたら、はい、そうだね。簡単。よし、よし、古いのは取ってきます。今回用意したのはこのオイルですね。ジャッキアップって結構面倒くさいですよね。時間もかかりますし、でもこれを怠って事故を起こしたらシャレになりませんからね。しっかり馬かけて、時間かけて、ジャッキアップやっていきましょう。よし、オッケー、黒。よいしょ。で、やったところのこれ、ここだな。これが注入するところか。こっちにロールゲージがあります。ベゼルと同じ方式だな。オイルフィルターここにあります。これ取らなダメなのかな。オイルフィルター取ります。はい、フィルターレンチ、これは 65% かな。エスリー製もベゼルもエブリーも全部これでいけるんで楽ちんっすね。使うのはアストロの A328 っすね。
今回使うエンジンオイルはナフコに売ってる一番安いやつですね。まあこまめに変えてれば値段はあんまり気にしなくてもいいと思います。これか、これがフロントデフの注入と排出。多分この緑の液ガスだな。液ガスちょっと取ってこなダメだな。まずはこっちが取れんと始まらない。液ガス塗られてないけどな。塗られてないっぽいな。まあ一応塗るか。おっ、塗るんだ。よし。あ、少ねえ。こんな感じ。結構すごい。よし。取れます。どこまで閉めてんだこれ。OK か。よし、そしたら進入を入れていきます。よし。あー、届く。デフロオイルは指定粘度が 75W85 っていう、ね、結構面倒な粘度だったんで、今回はね、指定粘度はないんですけど 85W90 にしときました。これだったらね、いざという時に S2000 にも使えたりするので、こっちにしました。よし、OK。 よいしょ、つやびやびふぅ。こっち緩い。19っすね、19。よし、取れた。リアデフは量多そうだな。レッドオイルを入れていきましょうかね。お、来たか。よし、オッケー。よし、そしたら次はトランスファーオイル交換していきよう。疲れた。入れる？なんで？うん、あ、また。うー、手にめっちゃかかった。いいやつ。よし、ねじろく完了。オイル見えなくなったんで閉めます。よし。トランスファーオイルはトヨタで揃えました。ハイポイドのやつですね。指定オイルが 75W80 っていう結構珍しいやつで、鈴木純正か、トヨタのこれしかないんですよね。まあ、今回はトヨタの方が安かったんでこれにしました。まあ、ハイポイドですが問題はないと思います。よし、OK。 いや、だいぶ綺麗になってる。普通の車になった。
今回油脂類を全交換するってことで、エブリで 4WD なんですよね、自分の車は。で、フロントデフとかトランスファーとか、今まで FR にしか乗ってきてなかったんで知らないことが多くて、結構調べました。なんかあんまり頭に入ってこなくて、トランスファーってなんだ、名前は知ってるけど、みたいなのがね、結構多くて大変でしたね。